この時間は映画評論家町山智博さんのアメリカ流れ物。今日はご自宅のあるカリフォルニア州バークレーからのご出演です。もしもし、町山さん。もしもし。はい、町山です。よろしくお願いします。お願いします。もです。いや、町山さん、はい、僕あの先日ですね、あのゴジラ対コングを見てきまして。あ、そうですか。たまらないですね。やっぱもう本当やっぱ怪獣ってやっぱあえて街ぶっ壊しが戦うのを見るのが楽しいですね、あれ。そうなんです。そのまあゴジラとね、はい、コングどっちが強いかっていうのはね、はい、まあすごい、まあ言えないんですけども、はいはい、僕はね、あの映画でね、本当に小栗旬さんがかわいそうでしたね。小栗旬さんがね。そうなのか。まあハリウッド進出ってあれはないよね。言わんとすることは見た人間としては分かりますよ。なるほど。そう。あれ、え、これでいいのっていうね。言ったら、いやーもう、ね、僕ね、あれ実はね、もっとストーリーがあったと思うんですよ、彼のキャラクターには。はいはい、彼の名前が芹沢っていうんですよ、名字で、うん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 。それはゴジラを、まあ、初代の最初のゴジラを倒した芹沢博士ね。で、その後もゴジラの一番の権威の芹沢博士と同じ名字なんですよ。はい。その彼が、あの、まあ、もうネタバレとかないと思うんで言っちゃいますけど、メカゴジラに乗って出撃しようとするんですよ、小栗さんがね、はい、なんか意味があるのかと思ったら全く意味がないんですよ。あ、そうなの。いや、本当あったんかもしれないですよ。そういうシーンもあったんですか、本当は。多分あったと思うんですよ。時間の都合ですかね。時間の都合でカットされたと思う。だからちょっとね、僕、ああ、もっといい話になったんじゃないのとかいろいろ思ったんですけどね。そういう部分があるんですね。はい、いろいろとね、うん、あのゴジラ対コングは惜しかったですね。怪獣同士の戦いはいいんですけど、うんうん、そこはすごい惜しくてっていうか、わからないんですよ、意味が全然。確かに町山さんでも、そうか、そこはどうなの。小栗さんのキャラクターの意味とか全く説明されないんですよ。そう、そうなんだ。急に出てきてもかっこいいよ、誰やんこれっていう、うん、で何しに来たのっていう話なんで、あのおそらくね DVD とかでね、うん、カットされた彼の物語が語られるんではないかと僕は思ってます。なるほど。はい。ということでね、まあ、結構すごいこと僕は話してますが、はい、まあいいや、はい、今日はですね、はい、もう先週からもう公開されている、ブラックウィドウという、まあ、マーベルコミックスのアベンジャーズシリーズの、まあ、キャラクターの、まあ、ソロ作品についてお話したいんですが、はいはい、これがまたね、いろいろトラブルがあってね、日本では劇場あんまり公開されてないんですよ。あ、そうなんですか。なんとアベンジャーズシリーズなのに、ね、え、なんでなんでしょう。これね、マーベルはディズニーが公開してんですね、はい、ディズニーが配給してんですね、作って、はい、子会社なんでマーベルはね、はい、ディズニーの。ディズニーってね、このコロナになってから配信を強化してったんですよ。はいはいはい。ディズニープラスって形で、はいはいはい、でムーランをまあ配信したりね、ソウルフルワールドを配信したりしてたんですけども、はい、で今回のブラックウィドウに関しても配信とその、まあ、劇場公演同時なんですが、劇場の人たちが怒っちゃったんですね。え、はい、要するに商売敵だから。ああ、ね、配信したら客が来ないってことで怒って、はい、劇場側が あんまり今回ブラックウィドウを公開してくれなかったんですよ。そうなんですか。はい、うん、でこれはね、僕はね、これから映画館は配信と共存していかなければならないので、うん、解決の道を探ってほしいと思います。うん、はい、で僕自身は配信は劇場をこうなんていうかね、の客を減らさないと思ってるんですよ、うん、こういった作品は、うん、っていうのはね、ブラックウィドウは映画館で見ないと全く意味がない作品です。ああ、そうなんだ。やっぱり映画館で見たいっていう映画ってあるもんね。うん、はい。これは、はっきり言うと007、007みたいな映画なので、うん、大スパイアクションなんですよ。はい。で、ものすごい、まあ、大破壊シーン、カーチェイスね、うん、スケールのでかいシーンが次々と連続するので、はい。これは大スクリーンで見ないと意味がないんですよ。だからちゃんと配信があっても、こういう映画見たいって人は劇場に行くんで、うん、劇場のお客さんは食わないと思います。うん、はい、だから劇場で普通に公開すればよかったと思うんですが、そうね、はい、うん、
まあ、商売敵だってことで怒ってる、まあ、劇場さんもあってですね、ただこれはもう解決に向かってほしいと僕は思ってます、はい。ということでね、このブラックウィード大傑作でした。おおすごい、町山さん太鼓判。もうこれすごい良かったです。これね、マーベルの映画でスーパーヒーローものだからアメコミだし関係ねえやと思ってる人も見た方がいいです。特に女性は見た方がいいです。あ、なんかそういう人からするとちょっと遠い映画だもんね。そうね、マーベルの映画ってね、はい、娘さんのいるお母さんとかも一緒に行っていいと思います。へえ、家族連れで行っていいと思います。あ、そうですか。これ前後なんか見ていた方がいいとか、はい、これだけでも大丈夫なんですか。これだけ行っても大丈夫です。マーベル全く興味なしで大丈夫です。はい、これね、まあ、007の映画に近いんですよ、スパイアクションなんですが、はい、もっと大きなことを語ろうとしている映画なんですね、はい。で、まあ、ブラックウィドウというキャラクターについて説明すると、はい、スカーレット・ジョハンソンという、まあ、マリッジストーリーが素晴らしかった女優さんですね、はいはい、はい、まあ、離婚の、ね、話をもう本当に、まあ、素晴らしい演技で演じた彼女が、まあ、黒いつなぎを着たですね、まあ、峰富士子系のキャラをやってるんですが、はい、彼女はですね、アベンジャーズシリーズ そのシビルウォーっていうのとその次の、エンドゲームの間に何をしていたかっていうことを描いているのが今回の映画なんですね、今主題歌が流れてますけど、はい、実はその間に家族と再会していたんですよ、里帰りをしていたっていう話なんですね、でも彼女の家族はロシアのスパイなんです、はい、はい。でそもそもね、ブラックウィドウというのは本名はナターシャと言いまして、彼女はソ連の KGB のスパイなんですよ、はい、原作の漫画ではね、だから最初は悪役だったんですよ、でもその後ですね、その、まあ、アメリカの象徴であるキャプテンアメリカとチームを組むようになったんですが、その理由も今回の映画出てくるんですね、で、今回1995年のアメリカの田舎のオハイオというとこから始まるんですよ、でその頃そのブラックウィドウナターシャは12、3歳なんですけども、両親と6歳の妹エレーナと一緒にアメリカに暮らしてるんです、でそれは彼女はスリーパーというものなんですよ。スリーパー、つまりロシアのスパイなんだけれども、アメリカの機密を盗むためにアメリカ人としてアメリカに潜入している家族というか、家族のふりをしているスパイたちなんですね。じゃあもう偽装家族をしてるんですね、はい、なるほど、そうそう、偽装家族なんですよ、はい。でこれはね、ジ・アメリカンズという同様の内容のテレビドラマがありまして、日本でも見れたんですけども、それにかなりヒントを得てるんですね。それがソ連のスパイの、アメリカに潜入しているソ連のスパイのホームドラマだったんですね、ホームドラマ。でこのナターシャの一家も血がつながってないんですけども、家族を演じていて、でそのお母さんはですね、レイチェル・ワイスっていう人が演じてるんですが、 ちなみにジェームス・ボンド のダニエル・クレイグの実生活で奥さんになる人なんですけども、このお母さんがもともとブラックウィドウ舞台の出身者なんですよ、ブラックウィドウっていうのは舞台名なんですね、実際は。でロシア政府が世界中からいろんな人種の少女を拉致誘拐してきて、レッドルームという名の、養成所でですね、殺人術を教えて殺人マシンに育て上げて、そのグループをブラックウィドウ部隊って言うんですよ。なるほど、はい。これはね、2002年頃に公開された香港映画でレディーウェポンって映画があるんですが、それもほとんど同じ話なんですけど、で早い話がですね、こう美少女部隊な、美少女殺人部隊なんですよ。だから、まあ、殺しの AKB と呼んでるんですけど個人的に、はい、キラー坂道系とか呼んでるんですけど、そういうものなんですね、でナターシャもさらわれてきてブラックウィドウに育てられたんですけども、この今回の映画では同じくその妹もブラックウィドウにされちゃって、エレーナもで妹と組んでその、まあ、悪の妖精組織レッドルームを倒して他のウィドウちゃんたちを助けようとする話なんですね。はい、で彼女たちはそのレッドルームのボスの、ドレイコフ将軍に洗脳されて奴隷になってるんですよ、マインドコントロールされて殺人をやらされてるんでね、で20年ぶりに妹エレーナと
再会するんですが、うん、いきなりエレーナボコボコにそのナターシャお姉ちゃんにこう、まあ、格闘で立ち向かってくるんですよ。ほう、でなぜかっていうとお姉ちゃんをものすごく恨んでるんですね、うん、でお姉ちゃんはブラックウィドウとしてそのアベンジャーズチームに入って世界のヒーローになってるじゃないですか、うんうんうん、でも私は全然ほっとかれて人殺し続けてておかしいじゃんって怒ってるんですよ。あら、マジムカつくとか言ってるんですよ、うん、でこのエレーナを演じるのはフローレンス・ピューっていう女優さんなんですが、はい、彼女はね、ストーリーオブマイライフ、私の若草物語って映画でも妹役で、うん、でお姉ちゃんと取っ組み合いしてたんですけど、うん、その前に出たねファイティングファミリーっていうプロレス一家の映画でも妹役で、はい、やっぱり彼女あの家族と取っ組み合いしててあの妹役3本連続っていう人なんですけど、はい、妹女優と言われてますが、うん、はい、でね、いろいろなお姉ちゃんが嫌いでね、例えばこのエレーナは例えばそのお姉ちゃんはねブラックウィドウとか言ってアベンジャーズ出てるとき、うん、必ず着地するとき両足開いて片手ついて着地するでしょうって言うんですねあ、3点着地みたいなやつね。そうそう、3点着地って言われてるやつですね、うん、日本のアニメで広角機動隊で草薙素子をやってからアメリカ映画でもうそのヒーローは着地するときみんな3点着地するんですけど、うん、あれはすげえムカつくのって言うんですよエレーナはあれ全然意味ないでしょと、うん、でただのカッコつけやんとか言ってめちゃくちゃ因縁つけてくるんですねこの妹が、うん、ちょっと面白い、ね、面白いさも、はい、面白い。あのねこの映画ねコメディなんですよ。はあ、いや今の感じそうですよね、うん、はい、でねお父さんがいるわけでしょ偽装家族の、はい、そのお父さんを、まあ、見つけるんですね、うん、レッドルームを倒すためにこの姉妹がね、うんうん、そうするとお父さんはねこの ナターシャとエレーナにねもう20年ぶりに会ってね、うん、もうお父さん本当に嬉しいぞ、お前たちは人殺しをたくさんしたなって言うんですよもう偉い、それでこそ俺の娘だとか言ってめちゃくちゃ褒めるんですけど、うん、そういうトンチンカンのお父さんなんですね。で今度お母さんにも会うんですけど、で20年ぶりに4人でね食卓を囲んでね家族団らんするんですよ、はいはい、本当の家族じゃないけどね、その偽装家族で、そうそう、ブラック移動一家がね、うん、でも本当の家族じゃないんだけどね、もうこうご飯食べ始めるとねお母さんはね、うん、ナターシャあなたね猫背になってるよって言うんですよ。へえ、ね、そのナターシャはねなってないよとか言うんですよ、うん、あとお父ちゃんはねほらナターシャ母さんに口答えするなとか言うんですよ。あ、すごいホームドラマ、すごいよくある日常のそう、これたちね人殺しなんですけど、うん、ロシアの殺人マシンなんですけど、うん、もうすっごく普通の家族みたいなんですよ。 うるさいなお父さんとか言って、なんかねサザエさんみたいなんですよそうね、実は殺しなんかね、うん、そう殺しの磯野家って言われてるんですねいや言われてないんでしょ、はい、もうね結構すごいですね、波平ね、うん、なんかクレムリンで叱られるとかね、そういうエピソードがありそうな感じなんですねはい、ねタラちゃんキューバ危機みたいなねそういう回がありそうでね、でもタラちゃんがねイクラちゃんを背負って背中合わせに背負ってね、うん、回転しながら2人で二丁拳銃撃ちまくったりするようなね感じなんですね。でちゅーとか言いながらバンバン殺すんですけどタラちゃんがね、まあいや、それそういう映画になってるんです今回ね、なってないですが、うん、はい、このねでもねすごくほのぼのした、まあ、ホームコメディーなんですけど、うん、怖い話もあって、うん、その娘が冷たくするんでこのお父ちゃんが拗ねてね、なんか機嫌悪いなお前ら生理かとか言うんですね、うん、そういうセクハラのことを言う親父なんですよ、うんうん、とエレーナはね私たちには生理なんかないわよって言うんですね、うん、ブラックウィドウはみんな子宮を摘出されてんだからって言うんですよ。うわ、これ怖いんですけど、うん、原作のコミックの方にはその描写があるんですね、うん、でこれブラックウィドウは殺人術をやってるだけじゃなくて基本的にくのいちなんで、その諜報活動とか暗殺をするのにセックスを使ってるんですね、おそらく、うんうんうん、でそのために、まあ、妊娠しないようにしてるんですよ。でもともとそのブラックウィドウっていう名前はその黒ゴケグモという雲がありまして、はい、それが交尾した後にそのメスがオスを食い殺すんですよ。
それから名付けられてるんで、うん、おそらく、まあ、あの、まあ、セックスして殺すみたいなことをしてる、まあ、人たちなんですね。で、結構恐ろしい組織なんですね。完全にね、暗殺集団ですね。そうなんです。で、ただね、このボスがいるんですね、うん、そのドレイク将軍という、うん、その、まあ、少女たちを操ってる男がいるんですけども、うん、マインドコントロールしてね、うん、これがね、明らかにその実際にアメリカでそういうことをしていた人たちをモデルにしてるんですよ。っていうのは、ハーベイ・ワインシュタイン事件というのがあったんですね、アメリカで、うんうん、はい、その、まあ、女優にね、映画に出してやるからって言って非常に性的な要求をしていたプロデューサーですけど、うん、あとね、FOX という FOX ニュースというテレビ局の社長のロジャー・エイルスという男が、やっぱり女性のアナウンサーに対して、まあ、番組に出してやるからって言って、まあ、やっぱ性的な要求をしていたことも発覚したりね、うん、そういうことは次々と起こってる。で、そのイメージでなんですよ、このブラックウィドウの悪いボスの親父がね。あとね、これ結構攻めてるなと思ったのは、うん、アベンジャーズシリーズの監督だったジョス・ウェードンという人がいまして、うん、その人もそういう人だったらしいんですよ。ガルガドットとかですね、何人かの女優さんとか男の俳優さんもそのこのジョス・ウェードンに脅された、現場で脅迫されたっていうようなことを言ってるんですね、うん、つまり逆らったらもう映画に出してやんないぞみたいなことを言って、でそういったものを告発するような内容になってるんですよ、ブラックウィドウは。このアベンジャーズ、はい、言ったらシリーズみたいな感じなのに、そう、だから内部告発的な内容になってるんですよ。で、これがね、できたのはね、監督がね、ケイト・ショートランドという女性なんですね、うん、でこの人はデビュー以来ずっとそういう映画を作り続けた人なんですよ。この人ね、デビュー作が15歳のダイアリーっていう映画で、うん、その親に愛されなかった少女がその行きずりの男たちに次々と身を任せていくっていう物語だったんですね、うん、でその中でどんどん傷ついていくんだけれどもっていう話だったんですけども、非常にリアルな、うんうん、でその次に撮った映画はさよならアドルフという映画なんですが、うん、14歳の少女はやっぱり主人公で、で彼女のその両親は、あ、これね、第二大戦の末期のドイツが舞台なんですね、うん、でその彼女のその少女の両親はナチスの、まあ、お偉いさんなんですよ、ナチスの、うんうん、でナチスのやることは全部正しいと思ってたんですが、うん、まあ、ドイツが敗戦して焼け跡でサバイバルしなきゃなんなくなるんですね、うん、でその中でその信じていた親とそのナチスの悪事を知っていくっていう話なんですよ、うん、で洗脳は解けていくんですよ。そういうことだ、うん、はい、で途中で、まあ、ユダヤ人の青年を愛したりして、うん、で自分が信じていた親であったり自分が信じていたものは全部崩れていってっていう話で、うん、その今回のブラックウィドウとほとんど同じテーマなんですよ。なるほど、はい、でね、このケイト・ショートランドのね、まあ、その前にその次に撮った映画はベルリンシンドロームっていうんですね、うん、でこれね、実話が元になってるらしいんですけども、オーストラリアの女性がやっぱりドイツのベルリンに旅行してその現地の男性とこう、まあ、一夜を共にするんですが、朝起きたら監禁されちゃうんですよ。え、うん、監禁されて部屋を出れなくされちゃうんですよ。怖い、うん、で勝手にあの結婚することにされてしまってっていうホラー映画なんですね、うん、でこれ怖いのはね、彼女は監禁されるんですけど、監禁されてるうちにいつの間にか洗脳されていくんですよ、うんうん、いわゆるストックホルム症候群ってやつで、はい、うんうん、でその自分監禁してる彼に同情して慰めたりしちゃうんですよ、うん、でそういうね、怖い話を書いてきた、描いてきたのがこのケイト・ショートランドっていう女性なんですね、うんうん、だからデビュー作から一貫してこの女性の洗脳とそこからの解放とか自立っていうのを描いてきた人なんで、うん、すごくその、この、まあ、ブラックウィドウっていうのは漫画が原作ではあるんですけど、うん、非常に深い、それを超えた内容になってるんですね、うん、でまたね、もう一つそのホーム映画、家族映画でもあって、はい、もうそう、ナターシャはその血がつながらない作られた家族を形成してるわけですけども、うん、
こう喧嘩しながらだんだん本当の家族へと成長していくんですよ。でこれはね、どんな家族でもそうじゃないっていう問いかけになってるんですね。家族っていうのは血のつながりがあるから家族なんじゃなくて、うん、心でつながっていくことなんだと、喧嘩しながら、うんうん、それで家族になるんだと、うん、いうね、それ自体はね、そのマーベル世界全体が毎回そういうテーマをやってるんで、アベンジャーズも家族ですからね。はあ、そうか、そうね、そうなんだ、うん、そう、ものすごく深い話になってますね。へ、はい、だから最初に町山さんがそのアメコミっていうイメージだけじゃないっていうおっしゃってたの、そういうことなんですね。そうなんです。ん、はい、今分かっているその歌はアメリカンパイっていうアメリカのね、結構古い歌なんですけども、うん、ロシア人の疑似家族がそのつながっていく、そのつながりとしてこの歌が使われてるんですよ、うん、ここもねすごく面白いんですけど、うん、であとねもう一つね、そのブラックウィドウっていつもユニフォームを着せられてるんですね、はい、でユニフォームを着せられて、その振り付け通りに踊らされる操り人形なんですよ。うん、さっき殺しの AKB って言いましたけど、うん、ね、ところがその少女が自分の好きな服を自分で選んで着るようになるまでの物語でもあるんですよ。うん、だからね、このエレーナのファッションにもちょっと注目して見てもらうといいなと思います。あ、そうですか、面白そうですね、はい、これすごく面白い。もう、まあ、あの女性はあんまりこういうものに興味ないかもしれないんですよ、こういう映画に、うん、すごくもう女性監督による、あの脚本も女性がね、あの基本的なものを書いていまして、でスカルト・ジョハンソン自身がプロデューサーやってますから、うん、すごくちゃんとした女性映画になってます。あ、ちょっとイメージと違いましたね、うん、へ、はい、でアベンジャーズに興味ない人もぜひご覧ください。はい、あ、なるほど、うん、ブラックウィドウは現在公開中ということで、ディズニープラスでも配信中でございます、うん、このね、劇場と配信の問題もね、なんとか折り合いつけばいいですけど ね、 ね、松山さん、劇場で見たらまたね、うん、いいって言ってほしいんで、劇場なら、ね、はい、はい、松山さんありがとうございました。どうもでした。 TBS ラジオ玉結び玉結び。